びっくり、昨日の、ね、昨日気づいたんですけど、俺全然テレビ一切見ないんですよ。テレビ見ないから、多分あのニュースとしていただけるのがもうネットなんですけど、ネットちょっともう見てなかったらもう全然ようわからんもんね。で、なんとクソバズってました、僕のあの YouTube の動画が。なぜかというとですね、いやー笑うですよ、笑うですよ、つか、鈴木杏樹さんがなんか不倫したって、こうね、不倫したって。鈴木杏樹さん知ってます、俺さすがに。昔から年一緒なんですよね。いやいや、これじゃないと、これ10人はバズってないやろ。この北村なんちゃらさんっていうのは知らんで、不倫したってなんやっつって、ね、鈴木杏樹さん俺と同い年っちゅうのにまずびっくりした。若いよね、若いよね。いやいや、これはいいんすよ。なんで俺がバズったかっちゅうと笑うよ、マジで。めっちゃ笑う。俺ね、このどうでもいい話っていうのはもともと7、8年、だから2013年ぐらいに動画やりだしてて、もっと前からやってたんですよね。その前は、なんちゃらっちゅう動画配信サイトでやってたんですよ。忘れた。何やったかな。友達とみんなでね。で、YouTube もアップしてて、その中でどうでもいい話でやってるんですね。今200何回ぐらいなってるんですけど。で、その時に第35回。に鈴木杏樹さんの動画配信してるんです。配信したんですよね、どうでもいい話。ちょっとこれちょっと内容重たいんですけど、これなんですね。これ当時のもうすごい映り悪いしさ、もう見たくないんですけど、マジで見たくないんですけど、ちょっと喋りも暗いのが、実はこのここ書いとるじゃん、夫が急死みたいな、あのご主人が死なれた時の話したんですね。そしたらその時の動画が超バズってて、びっくりしますよ。見ます？ここ見える？ここ。見て見て、ここ。まあ、俺にしてはの話よ。ここ。41,289回も再生されてる。ここ何日か。昨日からでだけで1万ぐらい再生されてるのかな？よくわかんないけど。うん、これ。ここ見て。41,289回。俺の動画なんかほんと100回とかさ、何百回ぐらいしか回ってないのに。ただし今見たらブーが、はい、おはようございます。ちょっと待って、衝撃の動画が、ちょっと待って、見てみて、グッドが13で悪いが28もある。そしていきますよ、ちょっと衝撃の映像いきますよ。7年前の俺、ドーン。髪の毛があるみたいな。ちょっとこれ押したら声入るんかな。声入ってたよね。めっちゃ暗く喋ってるもんね。今ちょっと声聞こえとったでしょ。ちょっと動かしますね。2013で神経質みたいな。ちょっと痩せてますね。ちょっと笑ったな、ね。内容がもう死んだからちょっと暗く喋ってるんですけど、その時もブーいっぱいつけられたんかな、多分。こんな内容どうのこうのみたいなね。超笑うしょ、これ。もう超バズった。あ、根深さんおはようございます。これバズりましたよ、7年前の、鈴木杏樹さんのね、もうどうでもいい話が4万再生。衝撃やろ。7年前からやってたのはアホっぽくていいやろ。ちょっと飛ばして、見てこれ。本当にどうでもいい話を、一世尾形さんみたい、いいね。髪の毛ね、長かったんですよ、もともとはね。で、まあ坊主にしたんですけどね。ちょっともう見切らん俺、これはちょっと自分でも恥ずかしくて。そう、これがね、多分検索ワードかなんかに引っかかってめっちゃ再生されとるんですよ今。あ、これは一日一生って、やっぱ同じこと言ってます。本日も絶好調様でっつって、今200何回まで行ったんで、ちょっとこれ頑張って、まあ1000回目指そうかな。最近やってこう切り出しやってるんで、またバズる日も来るかもしれない。2月4日げな、ほら見て、ちょっとびっくりした。2月4日、2013年の本当にちょうど7年ぐらい前ですね。ってことで、まあそういうことがあったよってことで、話しました。ちょっとこれ止めたい。よし、OK。止まったね。
はい、びっくりしたよって話でした。これひどいな。ほんと神経質のおっさんや。だから、もういいか。ということで、これからね、ちょっとまたね、どうでもいい話、やっぱやっていかないかなと。もともとネタがね、こんなんじゃなかった。今やってるのはちょっと仕事の話とかなんかやっとるけど、もともとちょっとパーって見て、エンタメ系のニュースでパッて見つけて、例えばこんなニュースやってたんですよ。例えば今日やったらでしょ、美大生が200万円かけて作ったゴリラの卒業制作、買い手がつかず実家で仁王立ちとかさ、こんなんを笑いながらやってたんですよ、ずっと。で全然見られることなくね、こうねやってたんですよ。だからこういうのをまたやろうかな。こういうちょっとどうでもいい、本当どうでもいいような話を やりたいんですよね、基本的にはね。だから一番バズったのが、なんや、うちで一番バズってんのが、なんと大家族の人なんやったっけ、あの人の話したのが2つともバズってるんですよね、基本的にはね。そうそう、そうそう、なんやったっけ、誰やったっけ、ど忘れした。まあまあ、そんな感じなんすよ。もう1000本ぐらい出してるんですよ、もうしょうもない動画ひたすら。で960人まで行ったんですけど、そっから行かないんですよね。そっからね、なかなかね、難しいんですよね。最近 PUBG とかそんなばっかし。あ、ここにある。200回。あ、244回まで行ったですね。あ、1番が今ね、17万回で、これ、ちょっとまた衝撃のやつ見せましょうか、ほんなら。6年前に。2分でしか話してなくて17万回再生されてて、あ、ちょっと坊主になった。プーチン大統領の娘が可愛いっつってやったんですけど、これ実は後で本物じゃないっていう噂。俺プーチン大統領めちゃくちゃ好きで、めっちゃウォッチャーしてたんですよね、一時。でも見とって、あ、プーチンさん怖いのに、これこの人右の人、これ兄弟らしいんですね、姉妹で、めっちゃ可愛いやんっていうのをしたら、今17万回、久しぶりに見たら17万再生されてた。うん。すごくない？ほら、ほんとどうでもいい話ね。でここほら、172もグッドで、41がブーやけど、これでも実は違うって噂があるんですよね。本当じゃなくて、でもね、韓国の人と付き合って殺されたとかいう噂もあったとかね、なんかそういう話をずっとやってたんですよね。これが一番バズってますね。そう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 。あと、あ、ビッグダディがバズったね。なんかね。そうそう、意外とこれ、こういうのがバズっとっちゃうね。これ7万回再生されてて、オフィスチェアのシリンダーの外し方ってね、ちょっとこういうのヒントになるよね。これ未だに見ていただいてますね。こうしたら外れるよっつって、何気なくお客さんに撮り方教えてって言われたから、あ、動画撮りますねっつって、したらね、こんな風にね、駄菓子屋ケーセン回顧録今でも見てる。かわいいし、あ、さっきのね、プーチンさんのね、まあまあ、やっぱり動画ってやっぱりね、何がバズるかわからんから、やっぱり出し続けないかんね。また俺のめちゃくちゃやからね、テーマもクソもね。まあそれがまた面白いかもしれないね。ってことで、しょうもない話、朝からすいません。はいはい。ってことで、これ消して、ってことで、鈴木杏樹さんのおかげで、山田店長の動画がバズったぜって。1万再生ぐらいされとった、一気に。なんでやろうと思ってびっくりしたら。でもね、登録者数が1人しか増えなかったというね、オチまでついてるんですけど、960からさあどうやって1000までいくか、頑張ってやっていきたいなと思います。ってことで、今日の動画終わります。そうそう、それとね、